ますよ。はい。はい。長いです。はい。自分のことを知ってくれる人を信頼する。わかるかね。まあ大体わかるじゃん。うん。自分のことをよく知っている人を人は信頼していくっていう話やけん。うん。だけどまあ、自分のことをまず分かってくれようとしている人。うん。まあね、前も言ったよね。その、例えば、学校の先生なんかでも、うん、担任の先生と校長先生って言ったら、自分たちのことをよく見てくれとる先生って言ったら担任の先生じゃん。うん。だけどやっぱり担任の先生のことを信頼する。うん、校長先生って言ったら、めったにあげん先生だけ、うん。よね、うん。自分たちの名前も多分知らんと思うし、何年何組かもわからんわけだ、うん。ということはやっぱり一番身近な、身近によっても、うん、知ろうとしてくれてない人は信頼されんってこと。うん、だけ、今度から自分たちも、自分の後輩とか、うん、まあ先輩でもできたら、うん、その人のことをまず知ろうとせんと。うんうん、ね。自分のことばっかり言うんじゃなくて、相手のことをまず知ろうとする。うん、そこで、信頼関係がまずできて、うん、いろんなことが始まっていくよ、うん。まずは知ろうと、しましょう。はい、はい。終わり。終わり。終わり。おしまい。おしまい。